トリオンフは日本の競争は、3歳児に虚勢手術を受けて、復帰以降は GI 以外すべて4着以内と安定した成績を残した。3歳から4歳にかけて条件戦から重賞初制覇となる小倉大賞点まで3連勝を記録。その後も小倉記念を制覇。しかしその硬屈懸念を発症して1年4ヶ月、休養。 復帰後にも6歳で中山金牌で重賞3勝目を挙げた。場名の意味はフランス語で外戦。2014年に北海道東屋湖町のレイクビラファームで誕生。2015年8月26日の北海道サマーセールに上場され、KT レーシング代表の黒川哲美によって800万円で落札された。立党菅井直、スケ休者に入級。 7月17日の新馬戦でデビューし、浜中俊を安城に新馬勝ちを飾った。拳商で7着となった後、レース前に入れ込んで終わっていたという状態から脱却するために陣営は虚勢を決断。その後は気象の悪さが解消され、能力を発揮できるようになった。スステークスを4馬審査で圧勝した後、小倉大賞典に出走。 川田省宮を背に一番人気に押され、早め、先頭から後続を突き放す強い勝ち方で、初の重賞制覇を果たした。前年に休止した父タートルボールにとっても、3区初の JRA 重賞勝ちとなった。続く大阪杯では、田辺博信と初コンビを組んだが、スタートで後手を踏んだことが響いて発着に終わった。大阪杯の次戦には、新潟大将天が選ばれたが、 超スローペースからの瞬発力勝負で見劣り、4着に敗退した。安城の松田大作は、結果的には、自分から動いた方が良かったのかもと振り返った。安城に、クリストフルメールを迎えた、ナルオ記念でも一番人気に押されたが、うちを立ち回ってレコード勝ちした、ストロングタイタンにハンバシン及ばず2着となった。小倉記念では、竹豊と初コンビを組み、 二番手追走から最後の直線でも一頭だけ楽な手応えで悠々と抜け出して三馬審査で完勝勝ち時計1分56秒9は従来の記録を0秒に更新するコースレコードであった。秋は天皇賞を目標に調整されていたが9月28日に回避が発表され放牧に出された。その後屈つけを発症、長期休養となった。 11月30日のチャレンジカップで1年4ヶ月ぶりに復帰を迎え、8番人気ながら2着に逃げ粘った。起乗した岩田康生は、休養明けでも雰囲気は良かったし、馬は仕上がっていた。ゴールまでしぶとかったし、もうちょっとでしたね、とコメントした。1月5日、中山金杯に参戦。起乗予定の三浦康生が、当日の第7競争で、 大塚海渡りと共に落馬、負傷で騎乗不可能となったため、代打でミルコデムーロと初コンビで出走することになった。単勝オッズ4.3倍の2番人気の指示であった。逃げるブラックスピネルを望む2番手で進み、そのままの位置で最後の直線に侵入。逃げ馬の外から抜け出し先頭に立つと、外から馬体を合わせてきたウィンイク、シードと競り合い、頭さ下した一着。 重傷3勝目を挙げた。続いて、重い負担重量を課されるために2月23日の小倉大商店の出走を見送り、3月1日に行われる中山記念に参戦することが予定されていた。管理する菅井直介調教師も、距離が一波論短くなっても問題ないとし、また、足元は大丈夫とコメントしていた。しかし、 クッケン園を再発したため、現役続行を断念し1月23日付で JRA の競争馬登録を抹消、引退し、北海道アブタ群東野古町のレイクビラファームで乗馬となる。引退後のレイクビラファームでは、牧場で生まれた一切馬たちの群れを束ねる、リーダー的な役割を担うリードホースとして活躍している。以下の内容は、n e t k e i b a の 情報に基づく。三浦は、左頭骨、尺骨炎位端骨折、左手付き上骨骨折、左側胸部打撲で、全治2ヶ月飲み込み、ありがとうございます。